こんにちは、ちか先生です。今日のクイズ、はい、庭に桜の木を置きました、植えました、どっちでしょう。桜の木を置きました、桜の木を植えました。はい、庭に桜の木を植えました。わかりましたか。ポイントは木ですね。木を植えます。植えますはこの木ありますね。木を庭、ガーデン、庭でシャベルで穴を掘って、で木を置いて、大きくなってね、これが植えます。はい、木を土の中に入れて、で置きます。で木がどん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 大きくなります。これが植えます。はい、置きますはただ手にペンを置きます、これだけね。はい、木を置きますだと木がこれだけだから、パタンパタン、ちょっと危ないです。バランスが悪いですね。はい、だから中までこう植えます。はい、さあいいですか。じゃあちょっと練習しましょう。はい、じゃあそうですね、練習、部屋にテレビを、これはどうですか。部屋にテレビを置きます、植えます。はい、これは置きますですね。はい、部屋にテレビをポン、でも動くことができますから置きます。はい、じゃあそうですね、花壇に花を、これはどうですか。花壇、花壇は花がたくさんあるところありますね。道路に花がたくさん、これ花壇に花をシャベルでパン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 、大きくなってね、これは、はい、植えます。そうですね、植えます。はい、じゃあもう一つ、テーブルに花瓶を、これどうですか。テーブルに花瓶を、花瓶わかりますか。花瓶は花を入れるもの、これ、これが花瓶。テーブルに花瓶を、はい、これは置きますですね。置きます、はい、いいですか。置きます、植えます。はい、じゃあ練習しましょう。庭に桜の木を植えました。部屋にテレビを置きます。花壇に花を植えます。テーブルに花瓶を置きます。はい、それでは今日もありがとうございました。またねー。